After the Day。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。せいわとあとだでわたわたでございます。ということで今日もいろいろとお届けしていきますが、今日の A さんと B さんの会話、まず取り上げましょう。まず A さん、これが、マネージャー is here、 マネージャー is here、 そしてそれに対する B さんの答え、ね、Look sharp everyone、 Look sharp everyoneというこの2つのコメントからいきますが、まず一番最初にですね、これはよく英語的に聞かれます。ね、これはスペリングで書くと UH-OH。UH-OH で、ね、これどういう意味かっていうと、まあ、なんて言うんでしょうね。やっちゃったね、残念だねっていうか、なんていうか、まあ、こういう、なんて言うんでしょう、ニュアンス的に言うと、みたいな、そういう意味ですね。やばいなっていう感じが表せますね。やっちゃった、みたいな感じですね。そこで、マネージャー is here。マネージャー is here。 このマネージャーっていうのは、いろんな意味が成り立ちますね。普通考えれば、現場を監督するという意味のマネージャーだったりとか、あと管理する人という意味のマネージャーだったりとか、いろいろありえますが、ポイントは is here。 マネージャー is here。 普通訳すとマネージャーはここってことになりますから、ここに今いるということなんですけども、これ英語でマネージャー is here なんて言った場合は、マネージャーが来たという意味になります。マネージャーが来ましたという意味になりますね。こっちに向かってきてるわけなんですね。ここで言う here っていうのは、こっちに向かってくるという動きが入ってます。ですから coming here と、ような感じに、実際にはなんですが、まあ別に落ちてても問題ないので、マネージャー is here。 これでマネージャーが来ていると、来たよ、やばいな、おいみたいな状況なわけですね。それに対して B さんの会話、まず look sharp、 look sharp、 シャープっていうのは鋭いっていう意味ですね。尖ってるとか、鋭敏なという感じですけども、そこにルックがついてます。で、ルックシャープってのは、鋭く見ろというふうに訳してはいけません。ここのシャープってのはどっちかっていうと、その鋭い感じ、キビキビ、した感じにしろよということで、ルックってのは、そういうふうにしなさいという意味ですね。そういうふうに見えるようにしなさいみたいな感じで取ってくると、わかりやすいと思いますが、ルックシャープ。ですから、ここでは、キビキビとしろと、シャキッとしなさいという意味になります。いや、それに everyone がついてますから、まあ、現場を取りまとめる人なんでしょう、この人ね。look sharp everyone。ね、シャキッと行こうぜ、みんな。と。こういう意味なんですね。ですから全体、マネージャー is here。マネージャーが来ちゃったよ。ね、look sharp everyone。シャキッと行こうぜ、みんな。ということで、そんな会話をお届けしました。また明日です。